皆さん、こんにちは。今回もですね、劉備編武装モード、やっていきましょう。この前が南蛮平定戦やったんで、今回が、第9ステージ、外帝の戦い。外帝ってどんなやったっけ？全然覚えてないんだけど。あ、馬謖のやつか。馬謖が、なんか山に陣取って、使えんやつか。そうやな。よし。まあ、特に変わったことはないんで、普通にやっていこう。今回からね、ちょっとね、マイクを更新したんすよ。ちょっといいやつに。これ、結構なんかインスタで出てきてさ、結構いいってなっとって、買っちゃったんやけど、音質どうかな？なんか前のやつはさ、ちょっと、なんかね、音が小さくなったり大きくなったりしよったよね、勝手に。これが、いい方に働いてくれたらいいんやけど、結構高かったけん、一生懸命お金貯めて買ったんですよ。どうすか、いい感じ。逆になんか俺の喉の音とか拾いすぎて嫌やな。喉はね、ぐる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 なるんすよ。普通に息しょるだけでおかしい。よし、さあやっていこう。もう天心とかはもう、あ、まあ余裕があったら取るかな。どこにあるかわからんねん。街道に布陣し、山頂には陣を構えない。よし、ということで。お任せください。上昇閣下。ボスを倒すと、ボスまたボスって言う。ボスじゃない。よし。新規。マジで進化。なんかもうし、見てあの太もも最高やん。いかつい、強い。全然こんだけの敵に囲まれて全く怖くない。全然怖くないよ。マジ強いやん。ヘイ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 。これ結構さ、土兵優秀やと思うんだけど、どう？そうでもない。おい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 、待て、落ち着け。落ち着けよ。あ、倉庫逃げた。頭皮が羨ましいな。新規はね、シリーズを重ねていくごとに可愛くなっていくよね。5の新規はマジで可愛いくん。やーくそ。送信軍がどっか行った。あ、倉庫が逃げた。で、いいね。素晴らしい。素晴らしいよ。それでこそ職を束ねる男よ。弓矢に撃たれぬ。うぅ、やば。やば。ここら辺にボスおらんかな。武将おった気がするんだけど。あ、おらんな。上か。カキ。なんて読む？こいつマジでなんて読む？森遅い？森衆？いい感じです。後ろから。おお、お前らさ。おい、待て。それはお前反則やろ。あ、あんなありかよ。結構美形。横浜流星みたいな顔してる。あんなずるくない？あ、ずるくないんか。これあれか。拠点じゃなかった。拠点から攻撃していけばと思った。全然ずるくないわ。おいおい、邪魔すんな。
ちょっと落ち着けて。ああ、くそ。よし。あ、くそ。はい、はい、はい、はい。ユーミーや。うざ。よっしゃ、これで。ごめんなさいね、ちょっとね、たまにね、俺マイクおかしくなるんですよ。マイクじゃないわ。キャプチャーボードか。キャプチャーボードがおかしくなって取れんくなるんですよ。今さっきそれがあって、今また再開して取り寄ったんやけど、1分ぐらいちょっと取れてなかったことに今気づいてもう一回取り出した。で、痛い。よし、くくくく。いった、もう、無双鎧欲しい。へいへい。これ初夏すれたら嫌やったな。もうもううざい。うんなんよし。OK。よし。芝居倒すぞ。はい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 。芝居来い。芝居来い。あ、なんか、左乗る。まあ、いっか。よしよ。あー、あれ、超高か。まあ、いいや。はい。拠点どこ行った拠点。いやん。遅いよ。あ、マジか。よし。芝居は芝居。あ、芝居じゃない。あそこにも拠点がおる。うわ、弓や。素晴らしい、素晴らしい。今のはピンポイント。強いな、この手で。落ち込んで。強い。くっそ。いや。やばいな。どんどん弓矢出てくるやん。スーの弓矢、マジ嫌いなんやね、俺。いいね、いいね、いいね。芝居来た。やばい。あ、いかん。ガラされる。あ、いっか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 。はい、はい、はい、はい。いや。おい、邪魔じゃ。うま、邪魔。邪魔すんなって。OK。 わ、強いな。いいね、ナイスアシスト。おい、ガードばっかりすんな。怖い怖い。こいつの攻撃わからんのよね、どこまで。やばっ。これはガード戦のかい。終わった、終わった。 OK。 ナイス、ナイスアシストです。さあ、よかったよかった。強いな、リュービー。いや、リュービーいいよ、マジで。リュービー本当にいいと思う。
レベル高いよ。めちゃくちゃ使いやすいもん。耳攻撃力か、いらんな。さあ、ということで、外手の戦い終わりました。え、まだ何ステージあるんこれ。10ぐらいあるの。じゃあ、今回はここまでにします。これ9ステージ目やもんね。じゃあ、お疲れ様でした。おやすみなさい。